リーゼガングバンドリーゼガング現象は、ゲル化した電解質溶液に、その電解質と混合すると沈殿を生じる別の電解質溶液を接触させると、ゲル中に沈殿が規則的な島模様を描いて生成する現象である。1896年にドイツの科学者であるラファエル・エデュアルト・リーゼガングによって初めて報告されたためこの名がある。 リーゼガングワにクロム酸カリウムを含ませたゼラチンゲルと小酸銀溶液を用いてこの現象を発見した。混ぜ合わせると沈殿を生じるような組み合わせの2種類の電解質溶液を用意する。1種類は濃度を薄くし、もう1種類は濃度を濃くする。濃度の薄い型の電解質をゲル内部の電解質とし、濃度の濃い型の電解質を外部から添加する電解質とする。 内部電解質の溶液にゲル化剤を加えて試験管やシャーレに移しゲル化させる。シャーレを用いる場合にはゲルが薄すぎたり厚すぎたりすると良い結果が得られない。試験管ではゲルの上に外部電解質の溶液を静かに注ぎ入れ、そのまま整地する。注いだ電解質溶液がゲルに浸透するに従ってゲル中に沈殿が島模様を描いて生成するのが観察できる。 この島模様をリーゼガングバンドという。シャーレではゲルの中央に外部電解質の溶液を静かに数滴垂らして、そのまま整地する。注いだ電解質溶液がゲル中を拡散するに従って、ゲル中に沈殿が同心円状の模様を描いて生成するのが観察できる。この同心円をリーゼガングリングという。リーゼガング現象にはいくつかの規則性があることが、 知られている。まず第一に、各バンドが生じ始める位置に関する、規則性がある。N 番目のバンドが生じる位置、XN は、等比級数となる。すなわち、XN プラス1、XN イコール P。これは、スペーシングローと呼ばれている。第二に、各バンドが生じ始める時間に関する、規則性がある。N 番目のバンドが生じ始める時間、TN は、バンドの位置。 xn の事情に比例する。すなわち ,tn イコール qxn に。これはタイムローと呼ばれている。第三に各バンドの幅に関する規則性がある。n 番目のバンドの幅 ,wn はバンドの位置 ,xn に比例する。すなわち ,wn イコール rxn に。これはビルスローと呼ばれている。また ,p については内部限界質の濃度鎮と 外部電解質セックスの濃度によって決定されることが知られている。その式は P イコール F、G、セックスという形で表される。これをマタローン、パクターローという。また R は P の0.9、0.95上で表される。リーゼガング現象は三一構造の一種である。沈殿の生成とイオンの拡散の速度の非線形成が原因で生じる現象である。 そのため現象の定量的な解析は困難であり、現在でも決定的なモデルはできていない。リーゼガング現象が発見された翌年1897年に、ビルヘルム・オストバルトが最初に、現象の原因を沈殿の過飽和とするモデルを提案している。沈殿を作る2つのイオンの濃度が、溶解度積で定まる限界を超えたとしてもすぐには、沈殿は生じない。 固体粒子が生成するときには海面を生じるため、余分な表面過剰エネルギーを必要とするためである。質量あたりの過剰エネルギーは粒子が小さいほど大きくなるため、固体が新たに積出する際には新しく小さい粒子ができるよりも、すでに生成している粒子が大きく成長する方がエネルギー的に有利になる。 その結果近くに沈殿がすでに生成した領域がある場合には、下方和になっても沈殿は生じず、すでに沈殿がある場所に、イオン体が移動してから沈殿が生成することとなり、沈殿のある部分とない部分の縞模様ができると、している。オストバルトのモデル以外にも多数のモデルが提案されている。左岸に現れている、リーゼガングバンドメノなどの鉱物中にしばしば見られる、し模様は、 鉱物が熱水から積出する途中でリーゼガング現象が起こったものとされている。ありがとうございます。